どうやって切るの落とすのは俺が落とすんだよえー、っとこれ落とし方わかんねえな俺もまあいっかうん落ちたから「なあさん面白いし変わってんだよなま,まあ俺はい、どっちでもいいんだけどうんうん お疲れさんですただ酔っ払いだよあれはうん今でもよ多分酔っ払ってんだあれおそらくなベロベロまあまあそんなことはどうでもいいんだけどさいや俺 LINE なんか 女子が俺にかけてくることなんてほとんどねえからさあいや震えながら寝るね早く寝ろうん、うん、分かった、うん、お疲れさん面白えなふざけてんな まあいいやまあ俺もさ今日今日俺3枠ぐらいやってんだよなこのこれが3枠目ぐらいか。だからまあそんな長くやる気はねえんだけどさうん。 ああももちゃんいらっしゃいいつもありがとうおうにじいろお虹色脅すあ脅す リーンズアイお茶店ありがとうこんなじじいの枠に来てくれてありがとうございますなんだこのおじさんはって思うドブリンゲリ、再始動おい再始動お疲れこんばんは まあ6時だから「こんばんは」でいいなうんうう4時ぐらいだったらまだちょっと「こんばんは」じゃねえだろうってなるけどううな佐野は今日はちょっとあの午後にトレーニングを。 若干やったのでねうんこんな格好ですけど表に行ってなんかこんなことやってきましたうん多少 ねやらんとなみたいなこそれんないわゆるあーよくにー ラビーありがとういつもあざその服着て朝寝訓練したっけいやこれ午後練朝これちょっと寒いんだようん午後あの太陽が照ってる時行くうん これはさすがに朝はちょっと寒いかなああ午後年うん、まあまああの午後になってあ ちょっと体を動かそうかなと思った時にあのまあとこどこ、とこどこ、周り走ったりとかうんまあまあそんな感じですはいはいはい。はい だから、アンジはさ「たからまたゆっくり来るわ」「ありがとうございます」「ありがとうございます」。アンジはねなんかそういうのね「嘘つくんじゃねえよ」とか言うんだよ。まああのそういうことをお前がやってるわけねえだろっていう体にしたい。 みたいだからまあいいよって別に俺知られようが知られなかろうが関係ねえんだけどっておめえらがやってねえから俺もそうだろって思いたいだけな話だからいいらっしゃい俺は結構あのストイック おじさんだからうんあんちのピザ野郎腹減ったらクソみてえにガブガブ食ってるようなやつとは違うからうん同じにしないでちょうだい君たちはガブガブ食べてデブってりゃいいだけあ実家で 冷蔵庫あさってりゃいいんだよストイックおじさんこんばんはお、こんばんは,おいこんばんはうんだってストイックじゃなきゃ俺みたいにこんだけ酒飲んで仕事もしねえで遊んでてこうはなんねえだろう んアンチなんてガリなのに腹だけ出てる情けないやつなんだろうな。いやわかんねえ。実家暮らしのクソ野郎じゃねえかなと思ってる。うん。独りん。だって、 自分で自給食ができるようなやつじゃねえだろう、うん。まあわかんねえけど。うん、俺はほら顔出し配信してて自分のあの生き方を見せてるけど、じゃあアンチがじゃあ顔出ししてみろよって言ったらやたらできねえから。 うん、自分の人生さらけ出してみろって言ったらできねえんだから。うん、クズだから。うん、おめえらの方がクズなんだよ。<laughs> 見せろよ、この野郎って。人のことガタ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 言ってる野郎がよ。できねえんだから。 こっちは別に構わねえよ、うん。いくら言った、ま、もらっても構わねえ。家だって、住所だって、名前だって全部オープンなんだから。なお前誰だよっていう話。お前は誰でもないんだよ。インターネットの中のただの匿名なんだろっていう。ああ。やめとけよ、もう。クズがよ。 こっちからしてみりゃ。<laughs> 見っ。見けられたらお前ら震えちゃうんだろああ。ばれないようにおとなしく匿名でやっとけ。なクソがよ。<laughs> あんまり人のことを匿名で余計なことやんね方がいいよ。うん、静かにしとき。そうです。うなちゃんマンはマン。まあ うなちゃんマン。今は佐野ちゃんマンになってるけど、ニコラマの頃はうなちゃんマンだからね。うん。大阪市中央区日本橋2-14-6ウェリナ日本橋401号室佐野智則です。よろしくお願いします。はい。 全然。な、な、何ですかみたいな感じ。え俺になんか用事があるのかなみたいな。こっちは、あの、何の用事もないですよ。あ、年賀状たまに、あの、正月、俺ちのポストに知らねえやつから何枚か入ってる時ある。まあ、捨てるけどね。うん。知らねえよ。って,ってあ。 今年、今年っていうか、うん。今年は3枚ぐらい入ってたけど、全部捨てたわけどね。うん。だから無駄だからやめとき。はがきがなんか入ってたなぁぐらいの。うん。おめぇ誰だよみたいな。 先日もロレックス届きましたしね。よくわかんない。ロレックスなんか届いてないよ。うん。わかんねえな、うん。言ってることがよくわかんないんですけど。 ネタはなってやるねうんマあナスさんお茶店ありがとうございます脅すまあまあさんお茶店ありがとう うん、まあ俺もこの一杯飲んだらもう一回寝るか酔っ払いおじさんはうん今日は昼間も放送やったしなちょろっと寝て また枠開けたろう、うん1時間ぐらいやればいいかうんそうすると夜中の夜なうなができるからな今からゴロッと寝れややったようん 昨日の夜中もやったし、今日の昼間もやったよ。うん。昼間何時間やったかな ?3 時間はやってんじゃないか。多分。うん。3時間ぐらいやってんじゃないかな。俺、いつも自分の放送とか、残すのは残すけど、あの、 リターンしないからあの見ないから自分の枠なんかいちいちうんでそっから俺一回寝てうんある中過ぎてわけがわからなくなってきたんだなあそれでいいのうん 別に、ある中でも何でもいいのよ。別に、それで誰が困ることはないから。俺に家族がいるわけでもないし。うん。俺が酒飲んで、あの、ここで家の中で暴れることもないし。うん。誰かに迷惑かけることもないから。全然大丈夫です。ある中の方々、 家族がいたら迷惑かけないようにしてください。はい。以上です。レイサー、わかったお前の身内にアルチュがいるのね。大変だな。パンパース、見た方がいいですよ。最近覚えてない。ああ、全く見ない。うん。 だって俺起きた時にいつも通りだから「エミちゃんいらっしゃいもっと飲めよはよしねあもうこういうこと言うやつってダメなんだよねだって俺が早く死んでほしいっていう理由をまず言ってくれよレイサー <laughs> だって俺にもう囚われてんでしょ ハマっちゃってんじゃん。佐野死んでくんねえと、俺、佐野にずっと付き合わなきゃなんねえよってことでしょ。じゃねえのレーサー。<laughs> ゴンター、徳島でイノジシが大暴れで6人大怪我らしいですね。それは徳島県はわかんないけど。あ よし頑張れうんそうよレーサーうんお前の周りにお前にとってなんか都合の悪いやつがいるってことじゃないだって俺は少なくともレーサーに何の害も与えてないよねなんかやった 俺に何かやられた教えてよ。うん。そしたら何かやったんだったら謝るよ。パトカーも怖いもうさ、イノシシ最強か嫌だな。パトカー壊らせるイノシシは嫌だな。 まあい,いや、おまわりさんも勝てねえなイノシシにはなもうそういうのさふざけたニュースになるよな野前縫いらっしゃいふざけたニュースになりそうだよなパトカー壊れたらしいんですよどうやって壊すんだよパトカー。 ああいやまあいいんだけどまあ一応な警察にそういう連絡行くんだろうけどさっきのレーサーくんはいなくなっちゃったようんやっぱり引きこもりのあのうん うんうん、まあ俺はあんまり言い過ぎてちゃったからな。ビンゴだったっていうことでね。うん。しゃねえな。まあでも、うん、まあまあそれはそれでいいんだよ俺は別に。そんなのがたまに。 俺だって別にあいつになんか文句言ったこともねえし、ただ向こうが絡んできたから、お前になんか俺言ったことあるかっていう話になるだけの話で、うん、突っかかってくんなよ、めんどくせえな、クソガキがよ。なあ 話もしたこともねえのによ静かにしててくれよってうん。あ。<coughs> いや、人気は俺はないようん別にだってよ数字で言ったらまあ200弱だろアンチって暇なんでしょいやだから仕事してねえからアンチは。 うん。実家暮らしで、あのー、そんな奴らばっかりでしょ。そうそうそう。うん。だから俺が何時に、例えばだよ。今6時に開けてるじゃん。これが10時に開けようが、夜中の3時に開けようが来るんだよ。 そういうこと。それって、囲いもんじゃないか。囲いは、俺を、好きで、通知取ってるから、絶対に、通知で来る。ってことよ。HG。うなちゃんに会いに来たアンチって言いますかあー。 アンチはいないな。うん。いないかな、アンチはう。まあ、アンチの、アンチかもしんないんだけど、アンチって言わないな。うん。なんか握手してくださいとか、あの、 そんなことは言うけど、こいつ絶対アンチだよな、みたいな。うん。巻き爪ダンロップなんでしょう。いや、そこ、まあ、意外とあったやつは、太ってるやつ多いな。ああうん。 うんまあ俺はどっちかっつったらスリムな方だから1 6 8センチ、五5 7キロぐらいだから今うんさやかおいです ダスキンおばさん最近見ないね。何を言ってんのか分かんない。誰うん。あんたのアカウント全部してもいいんだぜ。な。あんまりわけの分かんないこと言ってんじゃねえぞ。チャー投げたらブロックできねえと思ってる。お前舐めてんのか、この野郎。おい。 あ,あ、ブッシュマンくん。ほんまい。静かにしてろよ。ガキがガおいちゃん、お茶店ありがとう。ブッシュマンっていつ働くかこの人は生活保護 受給者だから。うん。働いてない。うん。さやかありがとめの決まったあでーす。うん。武士なんか働いてないよ。障害者年金もらってるような人間だから。もうそれバレバレだから。お疲れさんって感じ。うん。 えだんありがとう、コロンもありがとうほらもうコメントしなくなっちゃうんだよビンゴだから今グヌヌだからうんこ漏らした時どうしてんの うんこ漏らすときはトイレで漏らします。はい。はい。何、何を言ってんのかよくわかんないんだけど。うん。ビクトリーの開客をやってください。のりおくんは、俺に何々をしてくださいっていうときは、 それなりのことをやってください。お願いしまーす。うなちゃんまんに何かやってくれって言うんだったら、ちゃんとやるよお前。お前舐めてんの俺のこと。おい。ニコラマのうなだろおい。 勘違いすんなよおい <laughs> あんまりなめんなよ外でよく漏らしてたわね大丈夫 ブロックです。